これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の像はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？ふん。わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、金の塔は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬？お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。安平太、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。